回数は弱に残した初心者向きの方、三十一の動作で練習するので、俗に三十一の上と言われている上です。そして三十一の上を克服した組上の練習方法一例が今展開されております。毎朝数多くの方法で練習を行っているそうであります。もちろん打ち弟子は連中夢中、受けが斎藤仁弘先生です。はっ、斎藤先生の息子さんと斎藤先生がやっております。第3番目は、今日は58年1月の15日のここ日本武道館において武道国王賞として斎藤先生がいただきました。その時にこの組上を演舞をいたしました。